おお、素晴らしき壁画の世界へようこそ。そうだね、なんか四角の中に十字とかさ、これはなんかハンドプリントと動物の足跡みたいな。おはようございます。ウェーブズ&焼き鳥プラス秋元海人です。今日はね、ロードトリップ第2弾2日目の朝です。カリフォルニアのビショップというところに来ています。昨日だいたい、そうだな、8時間ぐらいかけてうちからここまで来たんだけど、まあ、実質走ってるのは6時間ぐらい。ホテルの裏がね、すごい山なんだよね。結構あのアウトドアアクティビティをするのに盛んな街というか、そういう感じみたいですね。人口何千人って言ったっけな。一応スモールタウンだね。でも割と店いっぱいあったりして、民家と山と、本当に、まあ、自然が近いっていうか、山が裏庭みたいな感じなんだね。ということで、今からこのビショップの町ちょっと行ったところに、まだ壁画ですね、ロックアート、ペトログリフかな、ペトログリフ、ピクトグラフじゃなくてペトログリフの方ですね、のサイトが、サイトっていうんですけど、それを、見に行こうと思ってます。今回の壁画ツアーロードトリップの、まあ、ガイドですね。とりあえず情報源はこれです。ガイドとロックアートサイトの、サザンカリフォルニアとサザンネバダ編。まあだいたいこういうふうに大まかに書いてあって、ここがサンフランシスコで我々が住んでるとこなんだけど、まあ一応今回4日しかなかったっていうことで、まあこの7から10壁画のサイトが4つあるんだけど、まあここに行ってみるかっていう感じで来ました。それが、ビショップという町ですね。でとりあえず今向かってるのが、その7から10番のこのサイト7、フィッシュスローペトログラフビショップカリフォルニア、まずここに向かっています。とりあえずこれは今6号走ってるね。あまり壁画をプッシュしてないよね。だから割とこの隠された遺産なんだよ、俺が思うに。だから割とさ、そんな守られ方もすごいチンケだし、ここに壁画があるって別に書いてあるわけじゃないしさ、ニュースペーパーロックの手前のなんか何も書いてないでしょ。そう、歴史的にはすごい遺産だと思うけど、だけどほら、もともといた人のことはまあまあプロテクトもするだろうけど、その文化をプッシュはしないでしょ。日本のアイヌと一緒じゃないの、そんなの。ここだよ、ほら、何のサインもない。ヘイがセールで、ホワイトランチロード。でもここにちゃんとチダゴって書いてある。チダゴキャニオンロード、うん、得意のダートロードです。何なんだろうね、壁画に行くと必ずなんかこういうダートロードと僻地に連れてかれるっていう。ループツアーだとかって書いてある。何なの？うわっ、この岩町もあったかい？何にも書いてないかい？この岩もそうか？ちょっと見てくるか？何もないよね。多分違うと思うけど。うん、これは関係ないと思うよ。何の踏み跡もないし。一応ナビ上ではもうすぐ到着だね。
た人が。人いる。プープループ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 ー。あ、本当だ。本に書いてあったけど、その入り口みたいなところに何のサインもないって書いてあって。一度しかないもん。そう、ここ。来ました。またもや。あ、でもフィッシュスローで検索してここが出てくるから。あ、いっぱいあるよ、ほら。何が？パッと見てもわかるよ。何が？平均が書いてあるよ。嘘だ。パッと見てもわかったよ、ほら。あ、そうなんだ。あ、でもここがほらトレイルあるから多分そうなんだよ。ほら。ん？カルチャーヘリテージか、プリザーブアワーカルチュラルヘリテージ。ひどいな、落書きが。うん。でもあれとかはそうだわ、正面に見える。あれそうだよね。じゃあとりあえずご飯食べようか。11月26日12時23分ビショップカリフォルニア。ここはなんか、まあ、整備というか管理というか、これはさ、これはそうなのかね。線は多分そうかも。ここら辺、横にいますね。これ結構ね、本には書いてあったけど、柔らかい岩に対して削って掘ってあるから、その朽ち果てやすいっていうの、そんなことは書いてあったね。ここら辺のはもう明らかにこんな1968年だから、俺と同じ生年月日だけど、だけどなのかね。もしかしたら上のはペトログリフかも。いや、でも同じ色してるからね。そう、前と一緒で本当宝探しだわ。なんかだって書いてないもん、地図にも載ってないし。まあここの場所は地図っていうか Google マップで出てきたけど、どの岩に壁画があってとかさ、そういうのが全く書いてないから、本当にこう歩いて探すみたいな。ここは何も書いてない、ないね。柵の中に入ってってみようか。あの祠が面白いけどね。あー、やっと楽しい気分になってきた。ふぅ、この近くにさ、日系捕虜収容所跡みたいなのがあって、マンザラーって言うんだよね。日本の橋田壽賀子が書いた脚本で、千年の恋だっけ、100年の恋か、100年の愛、100年の愛、千年の愛、100年か、100年の愛で3世代にわたって、要するにアメリカに移植した日本人がどういう歴史をたどったかみたいな。第二次世界大戦。そう、ドラマだったんだけど、それの舞台になった場所がこの近くにあるんだけど、風が強いのね、そこもここも。これはそうなのかな？これはそうじゃない？これはすごいね。この、この丸。これもそうだと思う。これもそうだな。これもそうでしょ。鳥型みたいな。これ？あれとか。これどうなんだろう。
素晴らしき壁画の世界へようこそ。そうだね、なんか四角の中に十字とかさ、これはなんかハンドプリントと動物の足跡みたいな。すごいですね、痕跡が。人がここに住んでいたっていう痕跡。これはどう思います？これはそれっぽいよね。これあ、触っちゃいけないよ。この動物もそうかな。だけどさ、これはどう思う？非常にまっすぐ、まっすぐに三角。でもこれは多分違うね。これはいたずらだと思う。なんとなくだけど。超面白いじゃん、やっぱり。これもそうかな。